今日の装備は Z50 とそれから80400ですねを持ってきました。 500mm と Z6-2 は今日はお留守番ですね。 Z6-2 だと、あ、じゃないや、あ、Z500 だ、あ、じゃないや、 500mm だとここのアンダージェット持て余すんですよね。なので80400を持ってきました。今日潮が満ちてますね。ここまで水が溢れてます。あ、飛行機来た。ちょっとアンダージェットを撮ってみましょうか。かっこいい。あ、飛行機来た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 。あ、 ATIS 録音しておけばよかったな。あ、濡れちゃってる。あ、かっこいい。今日はなんかいつものこのアンダージェットの他にちょっともうちょっと北の方にもね行ってみたいかなと思いますけどね。お、来た来た。おー、いいね。バイクに入ってるかな。ようこそ。かっこいい。めちゃめちゃかっこいいっすね。めちゃめちゃかっこいいくないっすか。というわけで今日は本当は Z50 でちょっと今日は待ち撮りをする予定だったんですよ。なので夜からこの Z50 用意してたんですけど、まあ実際はその Z50 この用意したまんまプラス80400ですね持ってきましたね。ちゃんと変換マウントアダプターもね持ってきてね。最近マウントアダプター忘れることないんですけど、過去に1回だけマウント FTZ 持ってこなくて大変な目にあったことがありますけどね、何もできなかったみたいなね。というわけでちょっとセットアップと ETIS の録音したいと思います。今の時刻が9時43分ですね。今日は20度、240度から15ノット、最大24ノットっていう風のようですね。ただ、やっぱ、ま、サングラスないときつい。マスクもしちゃいました。こんな感じですね。なんか50ミリで、なんだっけ、DX すると、75ミリ相当なんで、それでもね、全然取れなくないですね。なので今日80ミリの400なので、あ、違う。DX つけると、120ミリ600相当なんだ。ちょっと余っちゃうかな。まあ、ただ、すごい面白そうですね。マスクしちゃいましたよ。したくないんだけど、日焼けがやばいな。そんなの気にするなってか。どうですかね、 IC レコーダーで音声ちゃんと取れてますかね。ちょっと IC レコーダーとこのケーブル、マイクケーブルがすごい、なんていうんですか、長いんですよ。 1.5 メートルで短い方買ったんですけど、あれ余ってる感じがしますね。今城南島の北端に来ましたね。こんな感じです。おー、かっこいい。あ、結構絵になるじゃん。あー、結構絵になるね。初めて来たこっち。なんかドッグランとかあるらしいんですよね。こんな感じ。あ、釣りできるんだ。あ、ここ知らなかったな。あ、じゃあ見えたんだ。あそこの、レインボーブリッジの下の芝浦海浜公園でしたっけ、忘れたけど。あ、こうなんだ。へえ、今まで城南島何十回も来たけど、こっちの北端まで来たことなかったんですよね。へえ、あ、結構絵になるね。あー、面白い面白い。へえ、よいしょ、写真。こ
本で写真。あ、これ絵になるわ。あ、これ待って、夜は夜で絵になるね。あ、飛行機撮ろう。へえ、知らなかった。へえ、ちょっと飛行機撮りましょうね。飛行機撮りますよ。よいしょ。スターフレイヤーですね。1600分の1の F8 できますか。いい感じ、すごいいい感じ。あー、ここだとほぼ真正面なんだ。で、真横になると、なるほどね。いいじゃない。すごいいいじゃない。で、またしばらく、あ、来た。早い早い。もう来た。ダメだよ。まだ着陸機が、滑走路が出てないよ。737ですね。あ、こっち風が穏やかでいいな。貨物船。あ、スカイツリーここに見えるんだ。なるほど、いいじゃないですか。ね、なかなかいいところですね。あー、結構浅いんだ。クラゲがいる。また来ましたね。釣りしてる人がいる。へー。ここはちょうどなんていうんですか、地下にあの道路が走ってんですよね。お台場から城南島に来る道路。船の科学館とか見えるし。ああ、知らなかったな。
来いよって感じ楽しい。ああ、来た来た来た、来ましたね。あの雲雲雲雲、ダメだ、無言になっちゃう。320、このさっきまでなんかトゥートゥー飛行機が来ないとかってたのに、今もう来すぎる今何もまた来ましたね、トゥートゥー。今度レンズ変えてみようかな。あー、なんか今すごいいい、あのなんていうの、ちょうど青い空から白い雲に入って旋回をしてくるっていうの、かっこいい、かっこよすぎる。今もう ISO 400で3200ぐらいですね。かっこいい。